それでは、ただいまより令和2年度第14回市長定例会見を始めさせていただきます。それでは長藤市長、よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。本日少し模様替えをしまして、手話通訳者の方も入っていただいております。まず新型コロナウイルス感染症の状況からお伝えをいたします。はい、これまでも お示しをしてまいりましたが、5月13日まで本市における第1波と言われる状況と、そして1ヶ月間新規の堺市民の感染者ゼロが続いた後、6月の16日以降の表がこちらになります。以前の記者会見では、だんだんとその感染者の発生密度が濃くなってくると増える兆候にあるというふうにお伝えをしてきましたが、まさに昨日大阪府下でも155名、そして一昨日は堺市でも新規の感染者14名という、過去最多の感染者が発生をしております。でまさに今これからどうなるかというところを危機感を持って私も考えております。これまでの状況と違うところ、それは濃厚接触者に関しまして、第1波の時というのは何らかの症状がある方、リスクが高い方というのを中心に検査をしてまいりましたが、今は濃厚接触者全員対象としております。その点で言いますと、上のグラフの方では青い経路不明というところが多く出てますが、下のグラフで言いますと経路判明、そして無症状軽症の方が多くなっているという状況です。6月16日以降で今昨日までで93名の新規の感染者がいらっしゃいますが、その中で重症となられた方はお一人ということで、後の方は皆さん軽症無症状ということです。ぜひ早期の回復を願っております。また背景として違うのは、上のグラフのところでは4月7日に政府の緊急事態宣言が発令をされまして、実際に4月8日0時から効力を持ったわけです。でその効果といいますのは、やはり休業要請であったり外出自粛を伴っておりますので、移動がバタッと減ったと。ただ今回に関しましては外出自粛もそして休業請も行っておりません。社会経済活動と感染防止を両立をさせるということを行っております。一方でもう一つ違う要点としましては、マスクであったりですね、マスクがもう今は入手可能になっている、消毒液もあらゆる施設でもおそらく不特定多数の方が訪れるところには整備をされている、そして感染の意識も皆さん高くなっているということでですね、その時と比べて変化はありますが、ただ表に出ている通り増加は続いておりますので、危機感を持って取り組まなければいけないと考えております。そして年齢分布のところです。これも以前20代中心、20代の方が多く発生しているということで、これから40代50代に増えていくだろうということをお話をしていました。確かにその40代の方50代の方というのも増えつつあるんですが、やはり今においても中心となる方多いのは20代の方がとても多いという状況が続いております。30代、20代、そして10代、この10代の中でも大学生、働いていらっしゃる方、アルバイトの方、社会に出ることが多い方が多いというように感じております。はい、そこで昨日大阪府でも対策本部会議が開かれまして、5名以上の会食は控えていただきたいということを知事もおっしゃっていました。堺市でも今その取り組みをまさに進めようとしていたところでして、堺スタイルのポスターピクトグラムを活用して制作をしていますが、こちら左ですね、これ本日から貼り出すポスターになります。感染しないさせない食事会ということで、飛沫が飛び交う環境というものがですね、まさに今感染一番拡大がしているんじゃないかと我々は想定をしております。特にお酒を伴う場所であれば、最初は皆さん待ち合わせの時マスクをして会話をされたりですね、
行動されてるんですけど、飲食が入るとどうしてもマスクが取る場面が多くなります。そしてお酒が入るとですね、その意識も薄れてくる。おそらく、まあ、はしご2軒目3軒目そのような時にはもう途中でもマスクをつけることすら少し意識が薄れてるんじゃないかと思っております。ですから今社会経済活動を止めないということは前提になりますが、その中でも、 もうターゲットを絞ってですね、もう夜の食事会、そこではできるだけ感染防止の意識を徹底していただきたいという思いでこちらのポスターを作成をしまして、本日から特に鉄道ですね、交通機関を中心に協力をいただいて構内に貼り付けを行います。南海電鉄さん、JR さん、大阪メトロさん、そして阪海線さん、市内、大阪市内中心部に行かれる方、もしくは堺市内の繁華街でも過ごされる方にぜひ呼びかけを行っていきたいと考えております。そしてもう一つ、右手はこれまでも大阪府で行っているこの感染防止ステッカー、堺でもぜひ多くの事業者の皆さんにこの宣言ステッカーを活用していただきたいと思っております。感染防止対策をしていただいた上でですね、市民の皆さんにもこのステッカーが貼っている店で過ごしていただきたいと思っております。また施設であったり店舗の皆さんには大阪コロナ追跡システム、こちらもぜひ活用をしていただいて、これは行政の取り組みであったり個人の取り組みそれぞれバラバラということじゃなくて、もう堺全体、大阪全体でもう一丸となってコロナの感染拡大を食い止めると強い意識を持って取り組んでいきたいと考えております。はい、続きまして特別定額給付金についてです。8月31日が申請の締め切りとなっております。今日現在でほとんど申請していただいた方が申請していただいた方が 97% を超えておりまして、そのうち 95.5% の方にはすでにお届けをしている。また不備があった方にも随時連絡をしながら早急に振り込める作業を進めております。合わせてまだ未申請の方につきましても、これからはがきをお送りしてですね、郵送にて申請の勧奨をしていきたいと考えております。まだ申請されていない1万1000人の皆さんには早めに申請をしてくださいということをお伝えをします。そして申請が困難な方、障害者の方、ご高齢の方、そして病院施設に入院されている方々にも施設を通じてですね、もしくは直接働きかけをして申請をしていただけるようにしたいと考えております。また現金給付者、こちらはですね、刑事施設、刑務所であったり拘置所に入っていらっしゃる方、そして今住所がないホームレスの方というのもいらっしゃいますので、そういう方に対してましても支援団体等を通じて、もしくは刑務所であれば施設を通じて給付が受けられるように堺市として働きかけをしていきたいと考えております。はい、次に先ほどのポスターも堺スタイルの一環で、その一つの目的がポスター等の感染拡大防止、感染防止の日常、新しい生活様式と政府が発表したものを市民の皆さんにも共感をしていただいてですね、堺で感染防止のその場所によった行動の内容によってですね、注意をしていただきたいという思いでポスターであったり広報堺ホームページ等でも周知をしております。そしてこの堺スタイル2段階ありまして、1つは今の感染予防、感染防止の行動をしていただく、そしてもう一つはこれから長く続くであろうウィズコロナ、コロナの治療薬、ワクチンが完成していない状況でですね、日常生活を送っていただく、ニューノーマルという言葉もあります。そしておそらくもしコロナがですね、落ち着いたとしても社会の在り方というのは今までと少し変わってですね、コロナが発生する前の日常社会とは違っていくんじゃないか、その意味でも新しい技術を活用して生活スタイルを確立したいという思いを持っております。この堺スタイルビジネスコンテスト、以前も記者会見で公表をさせていただきました。このアイデア6月議会で5月定例会の
6月の採決で可決をいただきまして、補正予算可決をいただきまして、そして7月31日から募集を開始をいたします。ぜひ堺の事業者の皆さん、企業の皆さん、個人の皆さんにもどんどんと堺スタイル、新しいその生活様式、コロナウィズコロナを踏まえた、またアフターコロナを見据えた提案をしていただきたいと考えております。ものの始まり何でも堺、このコロナ禍においても堺から新しい取り組み、技術、サービスが生まれてくるように行政もサポートしたいと思いますし、そのアイデアを実現するためのサポート、支援をしていきたいと考えております。で、本日最後ですが、堺コネクテッドデスクの開設についてです。私も就任以来、さまざま民間企業の方々とお話をしてまいりました。堺市もこれまで包括連携協定でありましたり、個別の事業について民間企業や大学等の団体の皆様と連携をしてきました。ただ私が感じたのは、なかなか行政の意識というものが少し甘いんじゃないかなと。企業からすると CSR、 社会貢献という意味でですね、いろいろと提案をしてこられますが、逆に行政から提案をするような場面というのはあまり見受けられない、消極的に感じています。本来であれば企業からすると地域貢献したいというありがたい申し出をいただいているんですが、行政としても企業にとってこういうことができるんじゃないか、お互いにメリットがある、ウィンウィンになる状況を作っていくことが必要と考えています。その意味から今年4月に公民連携の民間活力担当を新たに設置をしまして、部を設置をしましてですね、そのブリッジを置きまして、そのチームで今回堺コネクテッドデスクというものを立ち上げました。で、まだ何が違うのかということですが、これまで民間企業からいろいろとその担当の局、所管の局に連絡をいただいてですね、その取り組みというのが他の局との連携が広がらなかったり、もしくは今包括連携を結んでいる団体企業で14団体ありますが、本来であればその堺市がノウハウを蓄積しながらいろんな団体のつなぎ合わせをしていく間に立ってですね、この堺内でいろいろと化学反応が起こせるような場面というのが望ましいと思うんですが、そういうことができてきませんでした。ですから小さな連携であったりですね、一つの事業にとどまるのではなくて、今民間企業の皆さん、いろいろと視野を広げながら多分野にも挑戦をされていますので、ぜひ堺市がですね、大きな視野で民間活力を導入しながら、逆に行政が民間企業にもサポートをできる、堺市が持つ例えば人口83万人のこのフィールドであったり、ビッグデータというものを活用しながら市民サービスにもつながるし、企業の活力にもつながるようにウィンウィンの関係を持って行動していきたいと考えております。私からは以上です。それでは質問のある方は社名をお名乗りいただいてよろしくお願いいたします。時事通信です、はい、今日から手話通訳の方が参加されていらっしゃるんですが、ここに至るまでの経緯をお話しいただけますか。はい、4月感染拡大している状況でですね、手話通訳の方お越しいただけないかということをお話をしてきました。ただ記者会見の場でですね、正確に伝えなくてはいけないというところから、ビデオを編集してその内容をもとに正確に通訳を行うということをしていただいていました。この度、実際に通訳の方に入っていただいてですね、そういう環境が整ったということですので、今回から手話通訳の方に入っていただいております。これまで平机でですね、資料をいろいろと広げながらやることが多かったもので、平机で行っていたり、アクリルのパネルを設置することで口元が見やすいように工夫をしてまいりました。もともとこの演台で行っておりまして、ちょっとアクリルパネルも大きいものを用意できないかということをこの町内でも検討しておりまして、それが状況が整ったということで今回から模様替えをさせていただきました。導入にはどなたかからの声が直接あってっていうことですか。
どうでしょうか、候補聞いてますか。はい、もう私がずっとなんとかできないかということを伝えてきたのが実ったということです。あと、今後どれくらいまでこう手話通訳の方をお隣にこう、はい、そうですね、少なくとも今感染拡大が続いていると。で、第1波が過ぎて1ヶ月間ゼロが続いた時っていうのもまだ第2波は起こるだろうという想定のもとでしたので、そのアクリルパネルというのは続けていました。ですから、この手話通訳の方お越しいただくというのはやはり市民の皆さんにきちんと伝えるべきことがある、そして特にその感染拡大防止という面でも意識をしていただきたいというところから、一定収まるまではお願いをしたいと考えています。ありがとうございます。他よろしいでしょうか。共同通信の白髪と申します。手話通訳の件で私もお伺いしたかったんですが、これは市としてはこういう会見、市長会見で手話通訳の方を置かれるというのは初めての試みになるんでしょうか。初めてですね、はい、初めてということですか。分かりました、ありがとうございます。NHK の鶴本です。発表の最後におっしゃった酒井コネクティッドデスクについては、はい、おっしゃること分かるし絵もなんとなく見ていれば分かるような分からないような感じですので、なんかイメージがよく分からないので、具体的なことを挙げながらどんなコネクティッドデスクにしていきたいかというところを市長のお考えをお示しください。そうですね、これまで民間企業の方からこういうことがしたいんですと、こういうことできませんかという個別の打診があったんですね。ただ堺市からなかなかその提案ができにくかったように感じています。昨年就任後からいろいろと今包括連携協定を結んでいる企業の方々とお話をして、でそうすると堺市からもこういうことは貢献できるんじゃないかということが多々ありました。でそこに関してぜひ民間の力を活用してウィンウィンの関係を作りたいという意味でこのコネクテデスクというものを今回設置をすることになりました。具体的な取り組みとしましては、これまで企業の皆さんから提案いただいたことっていうのを、このノウハウというものはなかなか各担当の局間にとどまることが多くてですね、それが組織として共有をしてさらにこういうことに使えるんじゃないかというどん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 取り組みが膨らんでいくということが薄かったように感じているんですね。ですからその部分で今回専門の部署を市長公室に置きますので、このコネクテッドデスクを通じてですね、民間企業の方、大学の方、団体の方からどん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 話をしながら、また堺市からも提案をしながらですね、ウィンウィンになる関係を築いていきたいと考えています。すみません、今一つよくわからないですが、じゃあ今後堺市の施策に行政にもっと民間の考えを取り入れていくというようなそんなイメージでしょうか。民間企業が今行おうとされていることというので、堺が力になれることというのはたくさんあると思うんですね。でまさに今コロナ禍の社会ですが、どんどんと民間企業の皆様も挑戦をしなくては生き残れないという厳しい状況にあります。その中でどんどんアイデアが出てきてですね、堺市からしても行政だけの取り組みでは何ともしがたいことがあります。例えばその先ほどのポスターの掲示に関してもですね、周知に関してもこの間スーパーやドラッグストアの皆さんにもいろいろと協力をしていただいておりましたが、その協力体制というものが今までよりもさらにその民間企業と団体とそして行政が連携をすることで深めていけるということを考えていますので、今までその協力、その産官学の連携とかいろいろと言われるんですが、その言葉が先行してですね、実態がなかなか伴っていなかったんじゃないかと考えています。そこを強力にしていく、でこれがどういうふうに強力になっていくかというのはこれから実例を示してまいります。今日発表しました明治安田生命さんと早稲田大学さんがですね、タッグを組んで、そして仙北ニュータウンというフィールドで検証取り組みをするということもあります。これからそのような事例を通して
民間企業の方、団体の方にも、堺市と組んでこういうことができますよということはどんどんと発信をしていきたいと考えています。他によろしいでしょうか。日経新聞の塩田です。昨日の大阪府がの対策本部でですね、府民や企業に対して、5人以上の飲み会宴会は控えてほしい、あるいは企業に対してはテレワークを 70% に引き上げてほしいというかなり具体的な数字を伴った要請を出しているんですね。でこれについて、堺市としては何か連動して対応をお考えでしょうか。例えば堺市内の企業にこれを強く訴えかけていくとかですね、あるいは堺市役所として率先垂範してテレワークの目標をまた再設定するとかですね、その辺はいかがでしょうか。はい、まず大阪府の方針というのは、堺市は大阪府堺市ですので、5人以上の会食は控えてほしい、テレワーク7割以上ということは、これは堺市としても強く訴えかけていきたい、要請していきたいと考えています。そして堺市がじゃあ何を行うかということです。前回4月の時点では緊急事態宣言があって、大阪府の緊急事態措置で休業要請もありました。その中で出勤抑制等を行ってきました。今は緊急事態宣言は出されておらず、社会経済活動と感染拡大の防止と両立を目指す状況です。ですので今出勤抑制というものを考えておりませんが、堺市としてですね、テレワークの目標を定めたいと考えています。感染症対策であったり、消防教育の現場、このようなところについては今平常通り行う必要がありますので、対象外部署というのはありますが、対象とされるところにはですね、2割のテレワークの目標を定めていきたい。そして時差出勤に関しましても、テレワークされない方でも登庁する職員においても時差出勤2割というものを目標に進めていきたいと考えています。また感染状況によってですね、今この大阪府下で感染者数が増加をしている状況、そして堺市も大阪人口比率でいうと同じように今堺市でも伸びていっているという状況ですので、大阪広域の対策政策というものを注視をしながら、もし堺で例えばこの地域で飛び抜けて感染が増えた、もしくはクラスターが発生したということであれば臨機応変に対応していきたいと考えています。2割という目標は、その消防とかテレワークなじまない部署を分母から外した上での比率ですか。はい、そうです。具体的に言うと、今行政部門でですね、教職員を除いて約5400人ぐらいですかね、職員がいるんですが、そのうちで、今ちょっとかなり絞っています。それでなじまない部門というのをそのまま丸ごと外したりというのはしておりますので、今の状況では約1500人を職員のうちの1500人を対象にということですが、実際にその部門丸ごとではなくてもさらにテレワークを進められるところはあると思いますので、できるところから進めていきたいと思っています。そして前回の7月27日に補正予算を可決されまして、そこでもテレワーク環境の拡充というものを挙げています。でそこで今障害アクセスができる機能というものを追加をすることにしております。堺市でも以前情報漏洩というものがありまして、かなりそのセキュリティが厳しくなっていますので、今200台しか障害アクセスできるライセンスがないんですが、それを200増やすと。ただそれは今少しまだ27日ですから、おとといですかね、予算が可決されたばかりでまだ導入できておりません。ですからもともとのその200の障害アクセスプラス、障害アクセスを使用しなくてもインターネット等で、資料作成をしたり、施策を練ったりということで活用してもらいたいと考えています。すみません、そういうもともとなじまない部門を部署を分母から除くんだとすると、2割という目標はその府の民間企業に対する7割という抑制に比べてずいぶん低いようにも思えるんですが、
7割というのも、それが例えば事務作業なのか、もしくは例えば警備会社とかですね、例えばレスキューに関わる方とか、その業態によってもかなり違ってくると思うんですね。例えばその交通機関であれば7割をテレワークにするというのはもう実現不可能ですし、その業種業種で変わってくると思うんですが、特にデスクワーク等については7割を目標にしてほしいという意図だと考えています。一方で今役所というのはですね、例えば区役所であれば窓口業務が多い、教育であれば教職員、子どもたちへの子ども生徒児童への教育を行わなければいけないということで、これは公が担う役割というものはありますので、そこは今緊急事態宣言出されておりませんし、社会も休業生も出していないということですから、そこは社会日常生活を維持した中で行政としてできることをやっていくということになっています。ありがとうございました。他よろしいでしょうか。他にご質問よろしいですか。日経の塩田です、はい。堺コネクテッドデスクなんですけれども、その今までは、なんか民間企業か民間事業者から提案があった場合に担当部署で受け付けて、それが堺市役所全体で共有されなかったっていうのはそれは分かるんですけれども、一方でそれを今回今後共有していこうとするとですね、逆にその部署間部間 の, この調整でどんどんこうなかなか、調整にこう勢力が費やされてしまってですね、なかなかその提案がかえって実現が遅れちゃうと、もう調整しているうちにだんだん面倒くさくなっちゃってもういいかっていうね、分かりやすく言うとそうなるリスクを非常に感じたんですけれども、その点そうならないようにするために、そういうリスクあると思いになるかどうかと、そういうあるとすればそのリスクをどう、取り除くかという点をお伺いできますか。まず背景なんですけど、私が市長に就任して感じたのは、この役所内での縦割りっていうのは結構根強いなと思ったんですね。で、各局ごとの範囲があって、局の中でも部があるんですけど、部ごとの意識共有っていうのも少し弱いんじゃないかなという部分がありました。で、確かにその年度当初の予算がついて、各局ごとに予算があって事業をしますので、なかなかその局の範疇を超えたことっていうのは考えが至らないことが多いと思っています。で、それを乗り越えられるとしたら、じゃあどこだろうかということを考えたときに、やはり市長公室という組織がありますが、市長公室で政策企画であったり、今回の民間活力導入であったり、そこは局を飛び越えるというかですね、横串を刺すことができるんですね。ですから今その調整がいろいろと難しかったと、まさにその局にですね、例えば民間企業の方が打診をしたときに、これは違う局にもまたがることってもなかなか進まなかったと。それが今回市長公室に政策企画部の中に民間活力担当を置くことによってですね、そこが一元化をして調整をしていけると思っています。堺が今特に進めていきたいと、最重要はコロナ政策ですが、その以外でですね、全体として進めていきたいことに SDGs の取り組みがあります。で、 SDGs の17のゴールがありますが、まさにそれを実現しようと思えば局の縦割りというのは絶対に実現ができません。ですからまさに、企業も多く関心を持っていらっしゃると思いますが、SDGs みたいな後半にあたる取り組みという面では、市長公室が窓口に立ってですね、で、これはこの事業はこの局が専門じゃないかと、この事業はこの局に任せたらうまくいくんじゃないかということを、割り振りをしてですね、企業の皆さんがたらい回しにならない、先ほどおっしゃったみたいに、もうこれだったらもういいかと諦めてしまわないように、きちんとそのコーディネートをする役割を市長公室が担いたい、その民間活力担当は担いたいと考えています。ありがとうございました。他よろしいでしょうか。すいません、産経新聞側です。はい、堺コネクテッドデスクに関してなんですけども、はい、先ほど例えばこんなものがありますよという例示してくださった中で、このニュータウンの話があったと思うんですが、これがすなわち第1号になるんでしょうか。コネクテッドデスクが発足してからは第1号ということになります。で、
以前にその包括連携協定を結んでいた企業さんでも、例えばNTT 西日本さんあるんですが、就任後にもう一度お話をじっくりとしてですね、これまで結構ふわっとしたタイトルが多かったんですけど、じゃあどこに置くのか、例えば危機管理だったり、そのまちづくりだったり、文化の発信だったり、そこを明確にして行っていますので、これまでいろいろと連携をしていただいた企業団体の皆さんにも、もう一度その趣旨をですね、具体的にじゃあ何がお互いにしていって、どういうメリットがあるのかということを詰めてお話をしていきたいなと思っています。ありがとうございます。他よろしいでしょうか。他にご質問よろしいでしょうか。それでは、すいません、読売新聞の浦野ですけれども、はい、堺シグナルのことで1点教えていただきたいんですけれども、はい、多分ずっとステージ3が続いていると思うんですけれども、まあ、大阪府知事も、まあ、第2波に入り口に入ってきたですとか、まあ、かなり危機感の強いメッセージが最近になって発信されているように思うんですけれども、ただこの堺シグナルだけを見てみますと、なかなかそのどれだけその危機感がこう住民の方にこうメッセージ性を持ってですね、届けられるかどうかっていうところが、そのこの堺シグナル導入の時のあまりこう感染状況が見られない時の局地的に発生するものをこう取り上げるっていう時点と、その今見てますと、もうすでにもうかなり慢性的にこう、慢性的にというか、かなり広がっている中で、メッセージ性がどこまでこう落とし込めているのかなというところに若干のこう疑問があるのかなと思っているんですけれども、そうなるとこの堺シグナルをやっぱりこう見直していかなきゃいけないのかなというふうにも思ったりするんですけども、その辺の市長の考え方はありますでしょうか。はい、そもそもその堺シグナルを作った目的というのは、まあ、当時第1波が落ち着いてですね、まあ、これから第2波に迎え備えてどう対応していくかというときに、まあ、堺での兆候をいち早く察知するということが目的でした。その、まあ、これからそのときにはですね、大阪モデルの見直しというのももちろん頭にあった中でですね、考えました。その指標というのを感染経路不明者3人以上7人以上と設けたんですが、これは大阪モデルよりも厳しい数値になって、大阪モデルよりも早く転倒がしやすい状況になっています。例えば、まあ、堺でいう感染経路不明者7名というのは、大阪で週間平均10人ということですが、大阪の場合はさらに前週比2ですかね、2倍であったり、あとは陽性者数が120人以上、まあ、後半で半分以上というのがありますが、まあ、その中の一部を取り出してもそれで堺シグナル点灯するようにしてますので、堺の方が早く、まあ、実際にはそのステージ3も点灯をしました。でそれよりも少し緩い基準であるはずの大阪モデルが今点灯している状況ですから、今はもうこの堺で局地的ということではなくて、大阪モデルというものの重視をしながら行っていく状況かなというふうに考えています。ですから堺シグナルというのはあくまでもその兆候を察知する、でその役割というのは、まあ、一定カバーをもうできているのかなと。今大阪モデルがもう黄色点灯してますから、大阪モデルの状況によって対応していく。で、まあ、堺シグナルについては、例えば今回一昨日の補正予算の時に、お出かけ応援制度を、まあ、65歳以上の方が100円でバスや路面電車に乗れるものを無料にすると、9月から11月まで実施しますよということを発表をしていますが、その基準として堺シグナルステージ3の時には延期をするというふうにしています。ですから今この大阪全体で今感染拡大が続いている状況ですから、大阪モデルというものを指標にしますが、実際にその堺で局地的に何か事業を行う時というのは、堺シグナルの活用というのは他でも考えています。となりますと、まあ、あくまでもやっぱり兆候をこう察知するためのものであって、まあ、今はその大阪モデルに移行しているというのが、まあ、状況というのが分かったんですけれども、まあ、なんというかこう、まあ、その、いやまあ、転倒しっぱなしというような状況が続いているのが、まあ、ちょっと市民にどう映るのかなというのは、ちょっとこう、まあ、少し、その受け止め方というのがそれぞれあるのかなというところであったのかなと思いまして、そのどれだけその皆が
何をこの堺シグナルのステージ3というのに どれだけこう反応しているのかなというのがちょっといまいち今の現状としては分かりにくいのかなというところがあったんですけれども、いやであればもうこれ一旦点灯をやめるというのが今 その大阪モデルに移行しているのであればですね、ちょっと3の点灯しっぱなしというのはどう受け止められているのかなというところでちょっと疑問を感じたというところだったんですけども、うん、あの呼びかけとしてはやはり要警戒には変わりありませんので、そこはあのまあ、もちろん大阪モデルというのは上位にありますので、大阪モデルが点灯しているということは、黄色が点灯しているということはそこを重視をするんですが、まあ、あの市民の皆さんにもあの堺シグナルというのも並行してですね、あのお伝えをしていきたい。例えばこれ大阪モデルで黄色が点灯しながら、まあ、今はありませんが堺シグナルが2以下に下がるということもこれからあり得ると思うんですよね。例えばあの仮の例として大阪市内で、まあ、どんどん感染拡大が進みながら堺市内では1週間の感染経路不明者が7人を下回るということであれば、もちろん意識はしてもらわなくてはいけませんが、何かその堺の地域、堺市民の皆さんには今の状況というのを知っていただくツールになるんじゃないかなと思っています。なので、まあ、点灯を消すというのは今の状況では考えていません。他ご質問よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、市長定例会記者会見これにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。